皆さんこんにちは、みねこです。はい、今回はですね、SAO のグッズを買ってきたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。買ったといっても、ネットで買ったものばっかなんですけども、3つ買ったものがありまして、それがまず全部出しちゃうと、タペストリーと、フィギュアですね。この3つだけなんですけど、1つずつ紹介していくと、このスグハのアクリルスタンドですね。それとこのアスナ、ちょっと動かしますね。こんな感じでパンを食べているアスナです。このアスナのね、フィギュアがめちゃくちゃ欲しくて買っちゃいました。アマゾンで買ったんですけども、こんな感じで貴重なね、ローブ姿のアスナでございます。こちらを衝動買いっていうのかな、探し、なんか見てたらあったんで、ちょっとどうしても欲しくて買っちゃいました。このアスナを、買いました。で、あとこちら、こっちのスグですね、スグハのオーディナルスケールバージョンのやつなんですけども、個人的にですね、リーファよりスグのこの、現実姿がすごい大好きなんですよ。言っちゃえばトップ3、もうそのぐらいに入るぐらい現実世界のスグハの姿がすごい好きで、で、だからなんて言うんだろうな、映画の時もね、オーディナルスケールの時もこの姿でね、戦ってくれるんじゃないかってすごいね、楽しみでワクワクしてたんですけど、その描写がなかったんですけど、記念に何か絶対ね、この姿で残しておきたいということで、今回このアクリルスタンドを買いました。めちゃくちゃ可愛くないですか、これ。もう本当にね、この姿の何かグッズを欲しかったので、だから今回はこちらを買いました。ってことで、フィギュア関係でですね、この2つを買いまして、こっちはアマゾンなんですけども、で、あっちのタペストリーをちょっと紹介していきたいと思います。すげえでかいんですけども、多分皆さん見たことあると思うんですけども、一昨年だったっけな、一昨年の冬のコミックマーケットで発売されたものなんですけども、めちゃくちゃでかいんですよ。こちら、じゃん。はい、こちらのね、デザインになっております。 B2 タペストリーでございます。これは電撃屋で買いました。他のところでは売ってないので、電撃屋で買って、届いたので紹介していきたいと思います。では開けていきたいと思います。 SAO のタペストリーが、キリトくんの、キリトの、GGO の姿のタペストリーしか持ってなかったので、今回は、女性陣ということで買ってきました。買いました。こっちか。ではちょっと開けていきます。開いていきます。よいしょ。ではでは、こんな感じででかくてね、入りきんないんですけど、じゃあ一回机に置こう。よいしょ、置いて、で、デザイン的にはこんな感じです。はい、デザインはこんな感じでございます。オーディナルスケール、映画の、衣装を着たみんながね、こんな感じで写っているんですけども、もちろんここにもあのスグハがいます。このスグハがめちゃくちゃ可愛いんですよね。で、シリカ、シノ、スグハ、アスナ、リズ、キャラ名混じってるな。シリカ、シノン、リーファ、アスナ、リズ、ゆいちゃんということで、こんな感じに、この6人が映っております。個人的にはなんだろうな、勇気が映ってるのも欲しかったんですけども、今回はこれを買ったということで、次買うときは、勇気とかちゃんとね、いるやつを買いたいなっていうふうに思っております。ゲームの方のね、
タペストリーもね出してほしいんですよ。例えばロストソングだったらレインちゃんとセブンちゃんがいるとか、あとなんだろうな、ホローリアリゼーションだったらプレミアがいるとか、フィリアがいるとか、ストレアがいるとか、結構いっぱい、すごいいっぱいキャラがあるので、1回でいいからゲームとアニメ全て集結させた、めっちゃすごい人数がいるタペストリーやポスターっていうのを作ってほしくて、それがちょっと望みですね。アルゴなんてあんまり出てこないじゃないですか、ポスターとかに。だから出てきてほしいなっていう風な願望はありますね。ちょっとすごい夢だと思うんですけど、いつかそういうポスターとかを出してくれればいいなっていう風に密かに思っております。はい、まあこんな感じで SAO のグッズ買ってきたものは以上でございます。では、続いてはですね、電撃文庫の冬祭りの方に行ってきました。まあ幕張メッセで行われたやつなんですけども、そちらに行って買ってきたものがあるので紹介していきたいと思います。まあ、今回は今回のイベントはこんな感じになっているんですけども、まあ電撃屋の限定グッズと、あとサイン本のグッズの方ですね。2パターンあるんですけども、これもらったものなんですけど、これを見てみると、まあいっぱいあるんですけど、電撃屋グッズですね。こちら、ここに正月限定のこの SAO のね、このセットだったりとか、フィーダルバーレットのやつだったり、トワルだったりね、まあ、エロ漫画先生、魔法科高校とか、狼と香辛料とか、ラブライブサンシャインとか、いろいろあるんですけども、まあ、こちらがいっぱいあって、で、グッズも欲しかったんですけど、グッズより自分はサイン本のこちらですね、こっちの方がすごい欲しかったので、今回サイン本の方に並んできました。売ってるものはね、めちゃくちゃあるんですよ。こんな感じにめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、まあ、この中から、自分は何を買ったかと言いますと、まあ狙いはね、狙いはこちらのソードアートオンライン、オルタナティブじゃなくてソードアートオンライン20巻のムーングレイドルの方ですね。よいしょ、ちょっと出しますね。こちらの、ムーングレイドルですね、この20巻の川原先生のサイン付きのやつが、欲しかったんですけども、まあ案の定売り切れまして、あともう少しってところで売り切れてしまって、本当にねすごい辛かったですね。うわマジか、ここで売り切れたのみたいな、そんな感じでした。あともう一息だったんですけど、であと欲しかったのが、こちらにあるどれかな、あったソードアートオンラインのアベック画集ということで、アベックさんが書いた、まあ、画集なんですけども、まあ、こちらはね、全ての商品の中で一番早く売り切れたものでしたね。本当に真っ先に売れましたね。やっぱり画集っていいし、まあすごい絵綺麗だからやっぱ欲しいですよね。まあこの2つを狙っていったんですけども、まあ電撃文庫のね、本は大抵自分は好きな作品ばっかで、だから何買ってもいいなっていうふうな思いをねちょっと抱きながら行ったので、まあ SAO のやつがね完売してもいっぱい欲しいものあったので、ちょっと悩んだ結果こちらを買ってきました。それがこちらでございます。はい、エロ漫画先生を買ってきました。まあとあるとか、あと魔法科高校、あと乃木若葉は勇者である、ストライクザブラッド、ゼロから始める魔法の書とかもめっちゃいっぱいあったんですけども、まあ自分が揃えているものをちょっと買いたいなということでエロ漫画先生を買ってきました。ね、未踏召喚のねブラッドサインもあったんですけど、そちら5巻ぐらいまでしか集めてなくて、それ以降集めてないので、ちょっと最近買ってないので、だからもうちゃんと持ってるものを買おうかなって思って、ちょうど9巻も買ってなかったので、だからこちら買おうかなって思って買ってきました。まあ、伏見司さんの普通にファンなので、はい、買ってきました。でこちらはまあ定価で普通に売ってるんですよ。このね570円の税別、この税込みの価格で普通にサイン入りとして買えるのでめちゃくちゃお得なんですよ。でサインの方がこちらでございます。はい、伏見司先生のねこちらのサインが書いてあります。まあこんな感じですかね。
まあ、この白い紙が入ってて、いつも通りな感じなんですけども、まあ、こんな感じでサイン本が売られてましたということで、結構並んだんですよ。11時に開始されて、そっから並んだのが11時から並んだのが2時間半ぐらいだったかな。買えたのが1時半ぐらいだったので、そのぐらいで買えましたね。うん、まあちょっと欲しかったんですけど、まあしょうがないですね。まあでもこの本が買えただけで良かったです。で、まあここに見る限り、箱推しのサイン入り複製原画っていうのもこれあるんですよ。1万2000円ぐらいだったっけな。めちゃくちゃ欲しかったんですけど、今回は諦めました。で、あと電撃ミュージックライブ2018のグッズとかも売っていますね。 T シャツとかタオルとかいろいろ売っています。あとスペシャル企画ということでいろいろ載っています。あとは電撃文庫の、最前線ということで、こんな感じにいろいろ載っておりますね。あと三つ星カラーズとかね、博多豚骨ラーメンズとか、まあ今回の今期のアニメのことも書いてあります。はい、こんな感じの冊子でございました。で、他にもらったものはですね、クリアファイルももらったんですけども、まあ袋に入ってもらったんですけど、こんな感じで御事が書いてあるこちらのとあるの新しいゲームですねのクリアファイルをもらいました。めっちゃ可愛くないですかこれ。このね、ぬいぐるみを抱いてる御事、めっちゃ可愛い、本当に可愛い。で、この御事さんが抱きかかえているこちらのぬいぐるみの、まあ、説明だったりとか、あとガンゲイルオンラインのアニメのことですねとか、あと SAO のアビシゼーションのアニメのこととかも書いてあります。で、これは井口さんか、うん、井口さんの CD のことだったりとか、あとグラネシアちゃんのこととか書いてあります。で、あとがまあいろいろ CD 情報が、あれかな、ライブ、電撃ライブに出た人たちのチラシが入ってるっていう風な感じですねこれは。うん、ことこさんとか鈴木好美さんとかですね、春菜るなさんとか、そんな感じに書いてあるっていう風な感じでございますね。もうね、イベント行って楽しみなのがこういう風にチラシをもらうことなんですよ。もうチラシとかそういうの見るのが大好きで、だからね、こういうのねもらえるからやっぱイベントっていいですよねそういうのがすごい好きなんですよ。あとリサさんのチラシだったり、めっちゃかっこいいこれ、このアジアツアーのやつで、あとはこれは埼玉スーパーアリーナでやるアニメ×ミュージックフェスティバルっていうのがあるらしいですね。パイオニア LDC ジェネオンユニバーサルっていう風な感じで書いてあります。こんな感じで2月3日にやるらしいです。はい。で、あとはアニサマのブルーレイと DVD の案内とか、そんな感じに書いてあります。はいですね。で、あとここには出演者さんの名前が書いてあったりします。はい、まあこんな感じでございます。まあすごいね、展示とかあったりしてすごい楽しかったです。すいません、まあ、サイン本がね何より買えたっていうのがすごい嬉しくて、めちゃくちゃ欲しかったんですよこういうサイン本とかが。だからね、行ってきてよかったなって本当に思いました。はい、まあ今回は、こんな感じで SAO の買ったグッズと、あと冬祭りで買ったものの紹介でございました。はい、まあ今回はこんな感じです。何か質問、リクエスト、コメントがありましたら、ツイッターやコメント欄までお願いします。長い時間ご視聴ありがとうございました。それでは、さよならー。